君も参加してたとはね。君がこんなわけのわからない大会に参加してくるなんてどういうつもりだい？てめえがそんなこと聞いてどうする？別に、ただちょっと気になっただけさ。てめえには関係ねえ。ああ、そうだな。すまなかった。それじゃあレースを始めようか。でもちょうどよかった。僕はファイナルステージで君に借りがあるからな。君とはもう一度勝負したいと思っていたんだ。ファイナルステージ。どうかしたかい？なんでもねえよ。ファイナルステージ。あの時、最後にこいつをぶち抜いてゴールした時、俺は。江戸が出るぜ。準備はいいかい？構わねえ。さっさと始めな。よし、いいぞソニック。これで借りは返した。僕の勝ちだ、カジオ。でも君が両ダンサを使えば勝負は分からなかった。チキシュ、なんでこうなっちまったんだ。俺はレースなんか勝たなきゃ何の意味もねえ。勝つためならどんな汚えことだってやってきたこの俺が。カルロ、行けよ。てめえの勝ちだ。さっさと行って優勝を決めちまいな。あ、いよいよ最後。奇妙な大会だったけど、今までのところは特に何もなかったな。そういえば午後のやつ結局最後まで見なかったな。まったく、偉そうなこと言ってた割にはどっかで負けちまったのかあいつ。決勝進出おめでとう、セイバーレツ君。それでは最後のステージへご案内しよう。あっ！
ハ他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ここは一体？ようこそファイナルステージへ。ハハハ。ようこそセイバーレツク。貴様がボルゾイか。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。とてもそんな風には見えないけどな。そんなことはないさ。君たちのおかげで研究を進めることができたんだからな。今回の計画は成功だ。研究だと？いかに。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。僕らを実験台に使ったのか？特にここまで残ったセイバーレツク、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。それで決勝の相手はどうした？まさかこれで終わりじゃないだろうな。決勝の相手？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。本大会で最強を誇った君のマシン、バスターソニックを破壊してね。なんだと？最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。ふざけるな！わざわざ人を呼び出しておいてマシンを壊すだと？そんなこと絶対させないからな。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレース。貴様ごときにソニックを止められると思うだよ。
バスターフェニックスターン。よし、いいぞソニック。ほう、これは意外だいだな。当たり前だ。そんな人真似のマシンで僕のソニックに勝てるとでも思ってたのか。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎ。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいけないな。優勝おめでとう、セーバーレッツ君。そんなことより早くこんなくだらない茶番を終わらせろ。そうだ。あ、仕方がない、今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。何？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待て！